これはよく鼻くそをほじる少女に起きた怖いお話ねば。鼻くそ少女。ほじ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 。こら、A ちゃん、鼻くそをほじるのはやめなさい。はい。はいじゃないわよ、汚いわね。鼻くそばかりほじってたら友達できないわよ。そんなことないもん。お友達たくさんいるもん。鼻くそほじってる友達なんていないでしょ。みんなほじってるもん。バカ言ってんじゃないわよ。とにかく鼻くそ落ちるのやめなさい。ほんとだもん。次の日。ただいま。お友達連れてきたよ。あら、お友達いらっしゃい。上がってちょうだい。お邪魔します。うわ、ここが A 子の部屋か。素敵ね。俺自分の部屋なんかないし、羨ましい。あ、これ私の好きな漫画。それ私の宝物よ。大事に読んでね。うわ、このゲームやりたかったんだよ。それ私の宝物よ。大事にゲームしてね。あ、これ欲しかったぬいぐるみ。それ私の宝物なのよ。大事に遊んでね。そうだ、ママ。はいはい、今お菓子用意してるわよ。ママ、ほら、お友達いたでしょ。呆れたこの子、昨日のこと気にしてんのね。分かったから先行ってお友達と遊んでなさい。お菓子用意できたらお部屋に持っていくから。はーい。みんな楽しんでくれてるかな。お母さんもう少しでお菓子持ってきてくれる。え、鼻くそ落ちった手で私の宝物の漫画読んでる。え、鼻くそ落ちった手で私の宝物のゲームのリモコン持ってる。え、鼻くそ落ちった手で私の宝物のぬいぐるみ抱いてる。やめて、みんな出てって、出てって出てって出てって。A子ちゃんはお友達を返してしまいました。 A 子どうしたの、急に。お友達返したりして喧嘩でもしたの？なんでもない、もういいの。もう自分勝手な子ね。お部屋片付けとくわよ。ママどうしたの？お部屋が、あ、穴くそだらけになってるの。あれから A 子さんは、もう鼻くそ、ほじらなくなったとか、ならなかったとか。みんなも鼻くそは、できる限り、ほじらない方が。